はい、皆さんこんにちは、こばちゃんです。今日はですね、泣きのもう一箱ということで、まあ第2弾のプロ野球チップス2020買ってきたんですけども、やっていきたいと思います。まあ泣きのもう一箱追加ということで24袋、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ早速やっていきます。でですね、今回はですね、前の2回第1弾第2弾のボックスと違うコンビニで買ってきましたので、そちらにもうちょっとかけてみたいなと思います。それじゃあ早速開けていきます。この系のカードって、あ、スターカード出た。また丸選手のスターカードですけども、今回はどうかな。またかい。松本。こんな感じですね。福田選手と、桜井選手ですね。これは普通のカードだよな。山崎選手と青木選手。お、スターカード出た。平田選手ですね。これがどうかな。はい、またザブのスターカードでした。ってことは、中村選手にワン選手、ラッキー投手、お、来たねー、ラッキーカードが出ました。誰にしようかな。僕やっぱり後で考えます。やったー。田口投手と村上選手ですね。お、岡川投手のスターカードですね。で、森選手。おー、来たねー、小川投手のハックサインカードが出ました。ということはこれとこれですね。いや、やっぱあそこのコンビニいいな。大当たりボックスだったっす。お、大地と渡辺ですね。佐々木投手が出てきてくれればちょっと嬉しいかなと。お、甲斐選手のスターカードです。これ最後にの方にしましょう。大野、木村、吉田正尚、吉田選手ですね。お、則本選手のスターカードですね。よし、これも最後にしよう。田中選手、あやり選手、さっきも出たようなカードや。また大地か。と相原選手ですね。バレンティーンと牧田。
お、松坂のスターカード出ましたね。宮崎、この3つは、お、ここの、よし、吉田選手、大山選手ですかね。最後のワンボックスですね。あ、お、正吾のスターカードです。よし、これは一番最後に取っといて、じゃあスターカードこれから一つずつ開けていきたいと思います。海選手ですね、もうサインカード出たから多分全部普通のスターカードだとは思うんですけれども、乗り物と、おお超当たりボックスや、これすげえ。で松坂選手、まあ中村翔吾選手は普通のスターカードと。いやですね、今回もほんと紙ボックスだったと思うんですけれども、スターカード以上紹介したいと思います。まあ、前回も出た丸選手のスターカード、平田選手、松坂投手、中村翔吾選手、甲斐選手で、ラッキーカード、多分柳田選手に行くと思います。あとは超紙ボックスで小川投手の白サインと則本投手の白サインが出ました。もうこんな紙ボックス本当初めて見たんで、すごく嬉しいです。リベンジできたと思います。以上で、動画の方終了になります。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。イエーイ。